18番のアイラブテイラー最後に収まります18頭、スタートしましたバックストレッチでの先行争いですまず固まった中、内から2番のバトレーニ4番のダイアトリック、この2頭を争い7番のロータスランド、内から1番のホウアーマゾン3番ララクリスティーヌ、外を通って7枠3頭13番キャプテンドリーク、14番名将ミモーダ、15番のミッキーブリランテと追走していきます その後ろですが、内からは5番のキングオブコージ8番のトラベスーラが中断、それから外を通って16番レイモンド・バローズ17番のスカイグルーヴ中断の外、あとは10番ベッセンタンクがいて12番のサブライ・マンセム内回りの3コーナーのカーブに入りました後方は外から11番のルー・プリュフォール後方から3投目800切りました600は34秒0での通過後方2投目、9番ケイデンス・コール最後方から6番のマテンローオリオンです。 3コーナーから4コーナー600切りました2番のバトレニが花を奪ってリードが一馬身ぐらい2番手15番のミッキー・ブリランテ18番のアイラブ・テイラー3番手その後ろ1番のホー・アマゾンインコースで手が動いています外目からは4番ダイアトニック7番のロータス・ランド4コーナーから直線に向きましたあと大外に出して14番の名ーミモザマテンロー・リオンは1番外ださあ先頭2番のバトレニバトレニ先頭4番のダイアトニック追ってくる200を切りました間からトゥラベス・ウラキング・オブ・コーチ七番のロータス・ランド狭いところララクリスティにニー込んでくる十一番のループ フォール先頭は抜けた4番,のララや4番のダイヤトニック、ダイヤトニック抜けてゴリン、4番のダイヤトニック、勝ちました。